こんにちは。写真家で野球選手の反田武です。今日もですね、海外野球の解説動画というのを撮っていきたいと思います。今日のテーマは、アメリカ独立リーグ、エンパイアリーグのトライアウトキャンプ完全レポということです。僕はこのアメリカ独立リーグのエンパイアリーグというところのトライアウトキャンプですね。こちらに、まあ、約2年前ぐらいに参加して、そこで、まあ、契約を勝ち取って1シーズンプレイしたという経験があるんですね。で、やっぱりそのトライアウトキャンプを突破してですね、ロースターに残って1シーズン丸々プレイしてみると、まあそのリーグをもうちょっと中から見えるようになるというかですね、もういろいろ見えてくることがあるんですよ。で、そうしたらなんかシーズンをプレイしたことで、まあもう一度キャンプを振り返ってみると、まあそのキャンプの時はなぜこの選手が入ったのか、なぜこの選手は入らなかったみたいな、わからないことっていうのがたくさんあったんですけども、まあそういうことっていうのが後で考えてみると、あ、なるほどなと、合点がいくみたいなことがたくさんあったんですよ。なので、そのシーズン後というかですね、そのシーズンを実際に経験したという視点から、まあ振り返ってトライアウトキャンプというのを語るっていう動画を出してみようと、今回そういうふうに思いました。今日のコンテンツは以下の通りです。1日目、2日目、3日目、4日目、5日目、そしてまとめとなっています。それではどうぞ。まずこのアメリカ独立リーグのエンパイアリーグということの、まあ、ざっくりとした説明っていうのをしてみたいんですけども、こちらはですね、アメリカ東海岸を基本的な本拠地とした、6チームのトーナメント戦を行うプロ野球独立リーグです。で、毎年ごとに、こう、所属チームの入れ替わりというか、まあ、チームがなくなったり、新しく参入したりみたいなことが起こるんですけども、まあ、大体6チームっていうのがリーグの中にあるっていうのが基本的なスタイルで、まあ、僕がプレイした年っていうのは、アメリカの、ニューハンプシャーに1チーム、ニューヨークに2チームですかね。メイン州に1チーム、さらにはプエルトリコ。プエルトリコもアメリカの一部なんですね。で、そこに2チームと、この6チームっていうのが参加していました。で、このエンパイアリーグの特徴っていうのがあってですね、まあ普通、そのプロ野球独立リーグというと、まあすでにシーズンが始まる前にですね、契約が決まっている、あるいは、まあ去年もここでプレイして、今年も継続的にプレイするって話がもう決まっているみたいな選手が、まあ大半というかですね、いう形になると思うんですけども、このエンパイアリーグというのは、まあ皆さんに朗報というかですね、まあ全てのここに参加したい選手っていうのが、トライアウトキャンプへの参加費を払って、ロースター枠っていうのを争うってシステムになってるんですよ。まあこれがどういうことかっていうとですね、まあ具体的な数字をお話しすると、6チームかける、まあ大体ロースターが20人と、で、120人っていう椅子をかけて、まあ大体ですね、全参加者が200人ぐらいなんですよ。ということは、まあ、大体6割の選手がそのロースターに残ってシーズンをプレイすることができるというのは結構アメリカの独立リーグの中ではいい確率なんじゃないかっていうふうに思うんですね。というのは例えば、まあ、カリフォルニアウィンターリーグとか、アリゾナウィンターリーグってのはなくなってカリフォルニアに吸収されてしまったんですけども、そういう中でですね、実際に参加者の中で契約を勝ち取れる率っていうと結構低いんじゃないかって思うんですよ。なので、このアメリカでプレイしたいと、独立リーグでプレイしたいと思っている皆さんに、結構おすすめしたい、このエンパイアリーグと、この実際トライアウトキャンプに参加した経験っていうのを今日皆さんにお話ししようと思います。まあ、最後までご覧いただくとですね、まあ、実際このキャンプを終えてみてですね、まあ、どういった選手がロースターに残りやすかったのか、あるいはどういった選手は残れなかったのかということを、まあ、結構はっきりとお伝えしてるんですね。なので、まあ、こちら側にしっかりロースターに残れる条件っていうのを、まあ、その参加する以前に、まあ、国内でトレーニングやいろんな練習していく中で揃えることができると思うんですよ。で、これさえ揃えてしまえば、実際にキャンプに参加して、ロースターに残って独立リーグのプレイヤーとしてプレイすることができるという確率をもうグッと上げられると思いますので、まあ、ぜひ最後まで見て、まあ、この動画を参考にしてアメリカでぜひプレイする機会っていうのを掴んでほしいと思います。アメリカ独立リーグエンパイアリーグのトライアウトキャンプの第1日目です。で、まあ第1日目っていうのは基本的にはトライアウトですね。トライアウト全ての選手が基本的には同じメニューを受けて、まあ数値を取っていくと。まあトライアウトの中でもすごく基本的なメニューだと思うんですけども、で、そのメニューっていうのを一つずつ紹介していきたいと思います。まず一つ目は全選手共通の60ヤード走です。で、この60ヤードって、まあどんだけだよってあんまわかんないと思うんですけども、これが 54.8 メートル。54.88 いくつみたいな、そういう数字になっているんで、まあその、試合後にすると55メートルぐらいですかね。なので、日本でよく行われるような50メートル走よりは、まあちょっと長いんですけども、まああんま変わんないと。基本的にはその50メートル走だと思ってもらっても全然大丈夫です。
で、次に、野手は、ケージバッティング。で、このバッティングは別にグラウンドの中でやんないんですよ。ケージの中で、まあバッティングピッチャーっていうか、まあコーチですよね。コーチがふわって投げたボールをカシーンって打つっていう、なんかアメリカとか海外ってあんまフリーバッティング外でやんないんですよ。ケージでやればわかるだろうみたいな感じで。で、実際ですね、これ結構大事なこと言うんですけども、リーグの人間っていうのは、2球スイング見たら、もういいバッターかどうかわかるって言ってました。なので、実際に飛ぶとことか見なくても、もうすべて分かってしまうと、スッと構えてボールを見て、パンって打ち返すのを見て、もうすべて丸裸にされてしまうということですね。まあ、結局皆さんも小細工して、こう、なんかいろんなことやるよりも、しっかりとしたスイングを作ってですね、強い打球を弾き返すってことを基本にしてやっていけば、まあ、こういう場面でもきちんといい選手だって伝わるっていうことができるのかなっていうふうに思います。で、次に内野手のフィールディング、外野手のスローイングですね。で、内野手は、この時点ではそこまで、実践的なノックってやんないんですよ。各ポジションに入ってですね、まあ、補給ですね。別に日本みたいにですね、その横っ飛びするような、厳しいボールを打つ海外のコーチっていないんですよ。基本的な、まあ、緩い正面のゴロを、まあ、きちんと膝割って取って、パンって投げることができる。別にここの時点で別に強いボールも投げなくていいですよ。いいリズムでボールに入ってパンって取って投げると。そこまで一連の動作でできるかどうかっていうところですよね。で、まあ、ここではですね、何を見てるかっていうと、身のこなしって言ってました。なんか身のこなしってちょっと抽象的すぎてわかんないって思うかもしれないんですけども、日本だけ見せたらわかんないですよ。メジャーの野球ば、守備とかを見てですね、例えばドミニカ人選手とかキューバ人選手みたいな、その中南米の人のショートってめちゃくちゃ柔らかいじゃないですか。ああいうのを求めてるってことなんですよ。なのでですね、日本人みたいに、まあ悪く言いますけど、すべての打球を割って取るとかですね、一歩でも前に出て取るとかですね、そういうものは全く求めてません。別に待ってもいいし、別に出てもいいんだけど、その中で、まあいいリズムで打球に入って、あ、しっかり取ったなと、しっかり投げられてるなと、足運びができてる、球に対する感覚を持ってるとか、まあそういった抽象的なんですけども、まあそういう抽象的なことを見てるってことなんですよ。なので、この時点で、一球取った一球ミスしたとかは、あんま関係ないと思います。で、外野手のスローイングですよね。この外野手のスローイングも一応ノックなんですけども、捕球はほぼ見てないです。何を見てるかっていうと、もうスローイングなんですよ。なので、まあ実際ですね、この外野手のスローイングも皆さんにはもしかしたら衝撃的かもしれないですけど、もう全員ライトです。全員ライトで、一人4球の持ち球で、2球バックホーム、2球バックサードで終わりです。なので、まあ、1球ゴロ、1球フライみたいなのが基本だけど、そこも大して決まってないぐらいの形で、で、これもですね、もう1球見ればわかるんですよ。その選手が、しっかりと、後ろから入ってきてですね、ステップを踏んで、バチーンって投げたボールが、地面に平行の低いボールが、サードまでノーバンあるいはワンバンに届くか、キャッチャーまでノーバンあるいはワンバンに届くか、そのボールが強いボールか、しっかりと跳ねるボールかっていうのを見れば、まあね、そういう話をしながら、コーチもメモ取ったりしてるんですよ。それを僕らはキャッチャーなので、僕はキャッチャーとして受けたんですね、この年。で、キャッチャーで取ってると、まあだんだん自分自身も見えるようになってきてですね、あ、この選手はダメだな、この選手はいけるな、みたいのが、もう結構はっきりわかります。なのでですね、まあ日本で言われているような、いろんな入りとかですね、ちょっとでも詰めるとかですね、まあ大事なんですけども、大事じゃないです。別に遅くていいし、ステップでっかく取っていいから、とにかく強いボールが投げられないと、スタートラインに立てないというのが、この外野手のスローイングっていうものの、まあ合格基準だったと思います。で、次にピッチャーのブルペン投球ですね。これは、最初ですね、一人、10球?20球とか、そんなもんって言われてたんですよ。で、最初10球だったかな。で、5球、ファーストボール、ストレートを投げて、で、その後、変化球投げろ、5球で、みたいな感じで言われてたんですけども、最初の方のピッチャーは守ってまして、守って15球、ちょっと伸びるんですけども、守って大体15球ぐらい投げて、7、8球、ストレート投げて、7、8球、変化球投げて終わりってしてたんですけども、まあ、だんだん伸び伸びになっていてですね、最後の方のピッチャーなんか、まあ、40球ぐらい投げてるピッチャーもいたぐらいの感じでですね、そのあたり結構適当で結構時間押しちゃったりとかしたんですけども、で、ここで投げてるとき言われたのは別に全力で投げなくていいよみたいな、8割でメカニック見せてくれて、ボールのスピンとか、変化球の基本的な持ち球とかそういうもの見せてくれればいいからって言われてたんですけども、これも最初の方の選手そうやってたんですけども、後の方の選手行くともうみんな
な 100% あるいは 120% で、もう腕引きちぎれんじゃないかぐらい投げてて、ここはそのぐらい投げた方がいいと思います。で、僕、それちょっと室内でですね、なんかちょっと雨とか降って、グラウンドぬかんでたんで室内でやって、しかもちょっと近かったんですよ、距離が。なのでキャッチャーが誰も取れてなくて、めちゃ怖いみたいな状況だったんですけども、まあそんなの気にしてる場合じゃないんで、ピッチャーも全力で投げ込んでてですね。で、でも僕は、まあちょっとその後の項目で話すんですけども、同時にキャッチャーのブルペン補給ってことですよね。フレーミングを見てくれるんですけども、で、僕フレーミングって、まあ結構一番の推しポイントなんですよ。で、キャッチャー周りがポロポロしてる中で僕は結構ビタ止めで取れてたんで、まあいいアピールになったかなっていうふうには思うんですけども、で、そのブルペン投球ですね。で、その中でですね、中盤ぐらいのもう全部スピードガンで取って、本当でも目星選手だけですよ、メモするのっていうのは。目星選手90マイルとか92マイルとか書いてて、ピッてやって95マイル出たやつがいたみたいになると、おーみたいになるんですよね。で、そのレーン、3レーンで投げてるんですけども、そのレーンの一つに、まあ、監督たちが集まっていくみたいな、他のピッチャーは俺も見てくれよみたいな、目してるって感じなんですけども、まあ、なので、ここで目立った選手、ここで目立ったまずピッチャーっていうのは、とにかく球の速いピッチャー。90マイルオーバーを1球でも出せると、必ずメモされると思います。で、他のコーチ、他のレーンを見てたコーチも集まってきて、ああ、何番ねみたいに一応メモしとくみたいな。集まってこないまでも遠くから見て一応メモしとくみたいな。で、90マイル以上出した選手、この時点ではなんか2人か3人ぐらいしかいなくて、やっぱ室内だし、いろんな状況は整ってないんですよ。で、その選手とは必ずドラフトの1巡目、2巡目で消えてたって感じですね。で、あとは、その特徴的な変化球見せられた選手ですね。まあ、でかいカーブ、パーンって上に上がって落ちてくるような、決め球になるようなカーブ投げられてたピッチャーとか、あとはフォークですね。僕一人、フォークピッチャー取ったんですけども、室内で取るのめちゃくちゃ大変でした。でも、そのフォークが、ま、ワンバンになったり、ストライク、ゾーンギリギリ決まったりしたんですけども、やっぱり後ろでメモしてましたね、そういうピッチャーっていうのは。あとは、そのピッチャー、僕キャッチャーの方だったんであんまわかんないんですけども、後でピッチャーとかに聞くとですね、結構、いいボール投げてると、コーチとかが寄ってきて、で、日本人選手っていうのは、ある程度もすでに振り分けられてから来ているから、まあ、ある程度使えるみたいな話は通ってるんですよ。なので、そういう選手に話しに来て、どうなの？先発タイプなの？リリーフタイプなの？先発なら何イニングぐらい投げれんの？リリーフなら、その、ロングでいけんの？それともクローザーなの？みたいな話をしながらですね、まあ、この時点で、だから監督の中では、まあ、誰を先発の柱にして、先発の2枚目、3枚目と、リリーバー何人と、クローザー誰みたいな、そういう構想を練ってる段階だと思うんですよ。なので、まあ、投げるボールももちろんだけど、こういう場面でしっかりと自分の、タイプだとか、こうやって使ってくれれば、俺は仕事ができるっていうのを、しっかりと英語でですね、もちろん、伝えるってことも重要だったんじゃないかっていうふうには思います。あとはですね、一緒に行った、佐野賀亮くんっていうナックルボーラーがいて、やっぱりナックルボーラーって目立つし、みんな興味湧くじゃないですか。なので、集まってきて、おー、みたいにね、見てましたね。で、僕、ちょっと撮りたかったけど、その時撮れなくて他の選手が撮ってて、で、めちゃくちゃポロポロしてたんで、まあ、ナックルボーラー的には、キャッチャーポロポロしてもらえると、試合でポロポロされたら困るけど、ブルペンとかで初見の状態でポロポロされると、あ、すげえ動いてんだな、みたいな印象になるから、まあ、良かったんじゃないですかね。で、もちろん彼っていうのは1巡目、2巡目ぐらいで消えてました。で、同時にキャッチャーのブルペン補給ですね。まあ、先ほども言ったように僕フレーミングがものすごく得意なので、ここで、まあ、暗くてあんま見えにくいんですよ、室内で。の中で、みんなも誰も取れてない状態で僕がバチンバチンって言って取ってると、まあ、後でさっきの佐野川くんとかが、あ、なんか、めちゃくちゃ取れてましたねとか、僕そのフォークのピッチャーとかですね。でも、ありがたいですよ。キャッチャーとしてはそういうナックルボーラーとか、フォークボーラーとか、球が速いピッチャーとか来てくれると、もう見せ場なんですよ。もうフォークの時はもう全力でブロッキング行って全部止めたし、で、そういうことやってると、やっぱ見ててくれると思うんですよ。さっき話したように日本人のピッチャーとかも、あ、そういったさ、すごい止めてたし、なんか動きが他の選手より全然目立ってましたよ、みたいに言ってくれて、まあすごい嬉しかったし、まあそういう部分のアピールっていうのは絶対にしていくべきことだと思います。でですね、この後、キャッチャーの、まあ、セカンド送球を取るって予定だったんですけども、まあ、いろいろあって結構時間が伸びちゃってですね、もうキャッチャーのセカンド送球する時間は今日ないということで、今日はここで一旦トライアウトメニュー終わりにしてですね、その後、まあ、夕食を取ったりとか休む時間になって、で、夜になってドラフト会議ということになりました。で、このドラフト会議なんですけども、僕らはもうその寮に部屋にいてよくて、ネットで更新されていくんですよ。一巡目、どこのチーム誰みたいな、結構ドキドキじゃないですか。で、日本でプレイしてると自分がドラフトされる経験なんてないと思うんですよ。これは、まあ、ぜひいろんな人に味わってほしいなと思うんですけども、まあ、さっきも話したように、佐野川くんっていうナックルですごく目立つピッチャーだとか、もう一人の、
日本人のリッキーっていうピッチャーとか、彼らはだいたい1巡目から3巡目ぐらいですぐ消えて、あとは野手では僕と、あとね、菅原翔太っていう、ロッテの育成でプレーした外野手ですね。彼もほんと1巡目、2巡目ぐらいで消えて、あともう一人日本人でですね、ちょっと日本でのトライアウトは厳しかったんですけども、ま、ぜひ参加したいということで参加してる日本人がいて、まあ、彼も外野手ですね。彼に関しては、ちょっと13巡目ぐらい、結構厳しい順位でした。で、僕の指名がですね、待てど暮らせどないと思ったら、まあ、よくよく見たらキャッチャーが誰も指名されてないんですよ。まあそれはそうでですね、キャッチャーで一番大事なことって肩なんですよ。で、なんでかっていうと、この後スカウティングの話とかも出てくるんですけども、メジャーに行く、その前段階のマイナーに行くとかいう時でも、キャッチャーで、こいつキャッチャーだどうだって話をした時に必ず出るのは、ポップタイムって言うんですけども、二塁送球のタイムが何秒だって話に真っ先になるんですよ。なので、この二塁送球をしない時点でドラフトするってことは、まあありえなかったらしくて、まあ明日ということになってですね、僕だけちょっとどういうチームになるのかわからないという状態で、で、僕、他の日本人選手3人ですね、は、2人がプエルトリコのチーム、もう1人がニューヨークのチームに入ってたんですよ。で、僕が、まあ、バラバラになるのか、それともプエルトリコに3人入って1人ぼっちになるのか、それとも 2-2 でもう1人ニューヨークになるのか、みたいな話をしながらですね、この日は眠りについたと。で、翌日、エンパイアリーグトライアウトキャンプの2日目です。で、まあ、真っ先にですね、朝そのキャッチャーだけ集められて、2塁送球のタイムを取られると。で、まあ、何球でも、ま、練習していいよ、みたいな。キャッチボールした後に、セカンド送球こうやって練習して、じゃあ取るよって言って、まあ、一人ずつ順番が流れてくるみたいな感じですね。で、1球やって、2球やって、で、その後、もう一球やりたい選手やっていいよとか言って、やったけども、まあ、悪くなかったから、ま、そんなもんでいいよ、みたいな。僕、この時ね、どうだったかな、あんまり良くなかったんですよね。2秒ぐらいだったと思います。で、急遽そのままキャッチャーのドラフトですね。で、僕はどうだったかっていうと、まあ、キャッチャーって2巡目ぐらいまでしかいなかったんですよ。で、1巡目で呼ばれなくて、2巡目にニューヨークのこのリッキーと同じチームになったっていうことでですね、やっぱりここは、まあ、ちょっと良くなかったっていうことで、そのセカンド送球のタイムがですよね。まあ、悔しくもあるんですけども、やっぱりそのここでしっかりアピールして1巡目で指名されなければいけなかったな、みたいな風にはすごく思いました。で、これがシーズンに入るとですね、やっぱりこの、ちょっとここで1巡目で指名されなかったってことが若干響いてくるんですよ。どういうことかっていうと、この1巡目で指名された選手っていうのが、まあ、すげえいいやつで仲良くなったんですけども、結構いいキャッチャーだったんですよ。で、しかもリーグとしてもできればこいつを押していきたいみたいな選手だったので、まあ、こいつに出場機会をより優先的に与えるし、まあ、もちろんそのリーグの意向どうこうじゃなくて実力的な部分があってってことなんですけども、彼がその上がれるか上がれないかのところで結局上のリーグに上がれなかったんですよ。ということもあって、結局リーグ終盤まで、そいつと競ったまま、2番手キャッチャー、まあ2番手とは言っても、キャッチャーって基本的には、その1試合ずつ順番に使うので、まあ出場機会は十分に得られるんですけども、まあそこでバーンと僕がこのチームで一番いいキャッチャーで、次誰か上のリーグに呼ばれるんなら僕なんだみたいなポジションが取れなかったっていうのは、まあ結構シーズン終盤まで、まあ悔しい思いをするというか、響いてしまった部分でしたね。で、ここでもし1巡目で指名されているとですね、まあ監督の方でもこいつを使っていくんだ、こいつをうちの正捕手として押していくんだみたいな、もうチームの構想になるので、そうなるとやっぱりそのシーズンも過ごしやすいというか、どんどん試合に出て上のリーグを目指すってことをやっていきたいと思うんですよ。なのでやっぱりこのトライアウト、その1日目ですよね、本当にキャンプの、まあ、僕の場合2日目になっちゃったんですけども、この1日目でどれだけアピールできるかっていうのは、もうキャッチャーに限らず全ての選手に、もう後でもっと詳しく話しますけども、すごく重要なことだったなっていうふうに思いました。で、ここでですね、そのチームごとに分かれて、まあミーティングなり、その練習なりってことになっていくんですけども、この時点ではもうすでに全員チーム分かれてるんですよ。で、キャッチャーだけ、T シャツを配られてですね、チームカラーのそれぞれ T シャツですね。僕はまあ緑の T シャツですよ。で、それを受け取って、ニューヨークのチーム、ニューヨークバックスっていうチームですね、の方に歩いていくと、そのリッキーが、いや、来たんか、みたいな、来たんすね、みたいな。いや、来ると思ってましたよ、みたいに言われて、いや、もうしょうがねえな、みたいな話をしながら、まあワンシーズンよろしく頼む。みたいな。で、彼はピッチャーなのでバッテリーを組んで、まあ、一緒にやっていこうみたいな、優勝目指して上のリーグ目指して頑張っていこうみたいなことですよね。で、ここで初めて内外野の連携を含めたフィールディング練習です。ここまでは本当に個人技しか見ないと。やっぱり日本の野球っていうのは、二遊間の連携とか内外野の連携とかピッチャーキャッチャーの連携とか、いろんなことをまあすごく突き詰めるけども、結局そんなの後回しなんですよ。まあ語弊を恐れず言ってしまえばですけど。
で、結局個人技が、個人のその技術と身体能力が高くないと、上に売り込めるような選手にはならないので、まずはその個人技を磨く、個人の身体能力を磨くってことに、まあフォーカスしていかないと、海外で生き残れる選手にはなれないということだと思います。で、ここで内外野のフィールディングやって、やっぱりここもね、もうずらっといるんですよ。何人いるかっていうと、全参加者が200人で、そこがロースターに残れるのがまあ120人。ということはですよ、1チームのロースターが20人って席を奪い合う、今ドラフトされた選手っていうのは、まあ32人、33人、34人みたいな選手がいるわけなんですよ。なので、ここから、まあ振り落とされて最終日にロースターに残れるかどうかっていう戦いをしていくってことなんですね。で、この時点でですね、ちょっとネタバレが入っちゃうんですけども、まあさっき言ったようにキャッチャーって2巡目までの人数しかいなかったんですよ。で、実は1人、もう1人あぶれて3人、キャッチャー3人いるチームがあったんですけども、この時点でですね、よっぽどのヘマをしなければキャッチャーとしてロースターに残れないことはないってことなんですね。とはいえ、もちろんですね、僕はその最初のトライアウトがすごく重要だってこともすでに学んだので、まあそのトライアウトはもう終わってしまったけども、このチームごとのフィールディングの1回目ですよね。ここに全力を尽くしたんですよ。すべての2塁送球、サード送球、1塁送球に全力で 100% のボールを投げてですね、やっぱりこういう場面で確実になんてやってる場合じゃないんですよ。で、ここでやんなきゃならないのは自分のマックス140キロ、150キロのボールを投げようと思って投げないと、こんなトライアウト残れるわけがないです。で、この日僕はそういうつもりで全ての送球を全力でやったところ、監督はめちゃくちゃ喜んでました。俺はマジでラッキーだった。お前ら二人いいキャッチャーをこのチーム入れることができて、俺はキャッチャードラフトに関しては成功したっていう風に言ってくれました。で、まあ、さらに見ていくとですね、やっぱり、まず外野手ですね。もうびっしりいるんですよ。外野手、特に外野手に関しては、もう合格人数は1、2、3人、もう1人いても4人ぐらいですよ。そこにもう10人近くいるって感じですよね。だから半分以上残れないと。あるいはもうファーストは枠1人、2人のところ、まあ、その外野の1人控えとまあ共有したりとかするんで、合格者なら1人ですよ。そこに3人、4人って選手がいたり、あとサードですね。サードにも3人、4人って選手がいて、まあファーストの選手にもうバッティングだけじゃ無理だから、サード無理なのって言われて、サード試したりとかですね。まあそういうことやっていきながら内外野のフィールディングをやって、まあ、キャッチャーとのコミュニケーションだとか、あとピッチャーも入ってですね、ピッチャーも入って投内連携みたいなこともやりながら、この日は過ごしました。ただですね、もうピッチャーは基本的にはこの日は暇してましたね。試合しかやることないんですよ、ピッチャーって。で、これから試合をやるって言ってるのに、ここでガンガン投げたってしょうがないじゃないですか。なので、まあ後ろの方でピッチャートレーニングしたりとかストレッチしたりとかですね、結構グラウンドが狭かったんで、練習用のノッカーがホームランとか打っちゃったやつをボールに拾いに行ってくれたりとかですね、まあそういうことやってました。で、この2日目から試合に入っていくんですね。で、6チームあるので、まあ、適当にこう組んでいってですね、1日、まあ、3試合ぐらいですかね。っていうのを、まあ、大体、4回、5回ぐらいの、短いイニング数でやっていくんですよ。で、まあ、キャッチャー2人いるんで、1試合目向こうが出て、2試合目僕が出て、3試合目は向こうが出る。で、2日目は僕が1試合目出て、相手が2試合目出て、また僕が出るみたいな形で、まあ、大体3試合ずつぐらい出てですね、やっていきました。で、僕は後で言われたんですけども、僕、このトライアウト期間中ヒット一本も打ってないんですよ。なんですが、その最初の打席ですね。最初の打席にマシン、ツーストライクからですね、マシンで捉えて、カーンって逆方向に、ライナー性の打球を飛ばして、なんかレフトがすげえ追いかけて、なんか取っちゃって、アウトにはなったんですけども、それは、後ろで見てた日本人のコーチのケンっていうコーチがですね、あの打球を1打席目で見せられたのはめちゃくちゃでかかったですっていう風に言ってもらえてですね、やっぱりその、守備のフィールディング送球ができるっていうのは、その内外フィールディングで見せてたけども、まあバッティングっていうのは試合の中で見せるしかないので、それでまあ最初にまずアピールできたっていうのはすごく良かったなっていう風に思いました。で、アメリカ独立リーグ、エンパイアリーグのトライアウトキャンプ3日目に入っていきます。で、この3日目もですね、ひたすら試合みたいなことをやっていくんですけども、まあなんかスケジュール的にはですね、午前中、まずまたチームごとに集まって内外へのフィールディングみたいなことをやってチームミーティングみたいなことをして、まあご飯を食べて午後からまた試合をやっていくって感じになるんですけども、まずチームに集まって内外へのフィールディングをやる前にですね、ちょっとキャッチャー2人来てって言って監督に呼ばれて、この時点で何を言われたかというと、
お前たちはこれから俺のチームのキャッチャーとしてやってもらうと。俺はもうお前たちをこのチームに残すことに決めたから、ロースターに入れることを決めたから、これ以上肩や肘が痛くなるほどブンブン投げなくていいから、ゆっくりしてくれっていう風に言われてですね、もうキャッチャー二人で抱き合ってハイタッチですよね。これで俺たちはこのトライアウトキャンプでロースターに残ることがほぼ確定したと。めちゃくちゃ嬉しかったですね。で、やっぱりその、アメリカ独立リーグとか、その海外の野球の中には、ピッチャーの肩と同様、キャッチャーの肩とかそういう、野手の肩全般ですよね。もう消耗品だって考え方があるので、やっぱりブンブン投げ続けたら、これからね、3ヶ月ってシーズン戦っていくのに疲労が溜まってしまうということで、この時点で、もうちょっとこうダウンしていいから、また開幕に向けて調整してってくれみたいな話をしてくれたってことですね。で、一応ですね、そのトライアウトの時も話したように、日本人っていうのは、ある程度ふるいにかけられて、この選手なら残れるんじゃないかという、選手をこう送り込んでくれてるわけなんですけども、とはいえですね、監督にここで、いや、やっぱり、ちょっとこいつは厳しいぞ、みたいな判断をされてしまったりですね、あるいは、なんとかロースターに一応そう言うからって言って残したとしても、シーズン中一人、例えば大学でのいいキャッチャーがリーグに入りたいって時に、あの日本人のキャッチャーはしょうがない、通したけども、この大学での生きのいいキャッチャー入れるんだったら、もういいんじゃないか、ここまでよくやったんじゃないか、みたいになれば、もういつでも切られちゃっておかしくない世界なんですよ。そういう中でやっぱりわかんないですよ。もちろんそのシーズン中の結果次第でわかんないけど、この時点で監督にですね、お前たちはこのチーム、俺のチームで戦力として残したいと、一緒にシーズン戦おうみたいに言ってくれたっていうのはやっぱりすごく重要なことなんですよ。で、そういったことをですね、僕らと一緒に日本からやってきたケンっていうコーチに話してもすごく喜んでくれて、僕がいけると思ってこうやって一緒に連れてきたんで、僕の目に狂いがなかったし、よかったですみたいな、一緒にシーズン頑張りましょうみたいな風に言ってもらえたんですね。で、そこから昨日と同様、試合をどんどんやっていくと、4イニング、5イニングぐらいのショートゲームをどんどんこなしていくって感じなんですけども、この3日目ぐらいになると、そろそろトレードっていうのが始まっていくんですよ。で、このトレードってどういうことかっていうとですね、結局多分当落線上の選手って話だと思うんですよ。なんでかっていうと、僕らキャッチャーにコーチが言ってくれたみたいにですね、もうこの選手は残したいと、もう構想に入っていると、こういう、運用をしてシーズンを戦っていこうと思っているみたいな構想に入っている選手って出さないですよ。ただし、どこにも欲しいって言われないような選手ももうダメなんですよ。なので、トレードになる選手っていうのは、そのチームの構想には入っていないんだけども、他のチームで、例えば、ピッチャー取ったと思ったら右ばっかりだったから左欲しいなとか、あるいは、内野で彼がいいと思ってたら両方ダメだったからダメだ、内野取らなきゃみたいなとかですね。そういった形で、この今いるチームの構想には、あんまり入ってないんだけども、他のチームからは必要とされる可能性があるみたいな選手がこうやってトレードされていくんですね。うちのチームからも何人か出ていってですね、あるいはまた何人か入ってきたみたいな選手たちがいました。そういった形でひたすら試合をやったり、トレードしたりとかしながら、こうチーム編成みたいなものがだんだん固まっていくというのが、この3日目だったっていうふうに思います。で、最初のスケジュールというかですね、僕が聞いてた話では、こういった試合っていうのを、3日目、4日目、5日目と続けていく中で、そのロースターが完全に固まって最後に発表されるというふうに聞いてたんですけども、実は通常の試合っていうのをやるのが、この3日目が最後になってしまいました。で、どういうことかというと、アメリカ独立リーグのトライアウトキャンプ完全レポートの4日目に入っていきます。で、この日はですね、いつもとちょっと様子が違ったんですよ。で、まず、そのパビリオンって呼ばれた、みんなが食事を取るスペースですね。そこに集められて、大体今日の連絡とか、こういう感じで頑張ってくださいね、みたいな、じゃあチームごとに散らばって、みたいな連絡をされるのが、恒例になってたんですけども、この日は、これから番号を言う、その受験番号ですよね。選手は、違うグラウンド、このグラウンド A だか B だか、その名前がついてるグラウンドに集まってくるみたいに言われてですね、ちらほら、そういった選手が立ってというか、荷物を持ってそのグラウンドに向かうんですよ。で、それを見てるとですね、僕らのチームの中からも、あんまりその主力となる選手は選ばれてない感じがしたんですね。で、という中で一人日本人選手が呼ばれるんですよ。で、このグラウンド何だったかっていうと、今いるチームでは残念ながらちょっとロースターに残るのは厳しいという選手たちの合同トライアウトでした。で、僕らもですね、ちょっと時間があったので、なんで時間があるかっていうと、監督が全員そのグラウンドに行って選手を見るからですね、僕らも選手たちだけで、トスとかしてても暇なんで、その、見に行ったりとかしていいんですよ。で、見に行ったんですけども、やっぱりやっていたのは、内外野のノック。ノックというか、言ったように、内野手は簡単な打球をこう処理するということとか、外野手は、外野のからの送球ですよね。バックホームとバックサードの肩を見せると
という、まあ、基本的なトライアウトを、まあ、もう一度やるということなんですけども、まあ、その中でですね、もしかしたら、まあ、さっきもトレードの話の時にも言ったように、うちのチームはちょっと外野が弱いだとか、内野が弱い、キャッチャーが弱いみたいな時に、まあ、補強できる選手が見つかるかもしれないということで、監督も、まあ、全員集まってですね、メモしながら言っていたんですけども、まあ、やっぱり後から、うちのチームの監督に聞くと、いや、取る選手は一人もいなかったな、みたいな風に言ってたんで、まあ、こうやってですね、機会を、チャンスを与えるっていうのはすごくいいことだと、まあ、僕は思うんですけども、まあ、そこからもう一度這い上がるっていうのは、まあ、やっぱり難しいことなんだなっていうのも、まあ、同時に感じましたね。で、まあ、これが午前中に終わってですね、食事を取って午後からまた試合という形になったんですけども、まあ、この日はですね、実はもうピッチャーはもう大体わかってるし、これ以上、まあ、そんなね、中1日とかでバンバン投げられるわけじゃないんですよ。もう全員リリーフなわけじゃないんで。なので、もう、ピッチャーいいから、まあ、大体決まってるから休んでてくれって言われて、で、まあ、コーチが、その前に L 字ネットを置いてですよね、L 字から投げるから、そういう形での、紅白戦というか、そのミニゲームをやろうという形で、で、キャッチャーも一応ついてサインとか出しながらやったんですけども、で、一応その2試合なり3試合なりってゲームをこなして、この日は終わりました。で、一応ちょっと余計なことになっちゃうかもしれないんですけど、ちょっとお伝えしておくとですね、僕はうちのチームの監督がキューバって言ってですね、キューバ出身なのでキューバなんですけども、25歳、6歳ぐらいの元ピッチャーというか、今年なんか肩壊してるから、まあ休もうと思って監督やってるみたいな、ちょっと変な面白いやつなんですけども、まあその肩壊してると言いつつ、バッピぐらいだったらできるということで僕がサイン出して取ってたんですけども、結構すごかったんですよ。でかくないんですよ。なんか170ちょっとぐらいのちっちゃい選手なんですけども、サイドかスリークォーターぐらいから、まあ、ポーンってこう打ちやすいように投げてるんですけども、一応その試合形式なので僕がカーブなりスライダーなりチェンジとか出すと、チェンジアップが凄まじいんですよ。だって、バッティングピッチャーで投げてるんで、このファーストボール、ストレートだって、まあ、80キロぐらいですよ。で、チェンジアップが、まあ、多分70キロか60キロとかなんですかね。でも、打たれないです。空振りするんですよ。考えられないですよね。まあ、それを見ただけでも、あ、キューバいいピッチャーだったんだな、みたいなのが分かってですね。まあ、すごい勉強になりましたね。だから、全力で投げなくても、同じ腕の振りでパーンって投げたら、なんかチェンジアップって空振り取れるんだな、みたいな。なんかその、独立リーグ、アメリカ独立リーグでプレイして、まあ、勉強になったことすごいたくさんあったんですけど、その1個目みたいなやつをここで見たというお話でした。アメリカ独立リーグトライアウトキャンプの5日目です。で、この日はですね、まあもともと、そのスカウティングデーって言って、そのメジャーのスカウト見に来るよみたいに言ってたんですけども、なんか試合形式のやつを横から見てるぐらいかと思ったら、もう完全にもう一回トライアウトですよ。なんか内野手の内野ゴロの、まあ捕球と送球、外野手のライトからのバックホーム、バックサードっていうのをまた全員一通りやってですね、キャッチャーの二塁送球を見せて、で、あとは、ピッチャー、全ピッチャーが、全バッターと、一打席対決みたいなやつでですね、見ていったんですけども、確か、ドジャースか、ジャイアンツの、スカウトだったと思うんですけども、まあ全部見てくれて、でも、結局、ここで、まあ目星選手っていうのはいなかったってことですかね。まあ一応、こう何人か選手は、まあシーズン通して、よかったら連絡くれ、みたいな感じで終わったと思います。でですね、これも結構やっぱり全ピッチャー、全バッターと対戦すると、もう時間かかるんですよ。そういうわけで、この日も結局試合ってのは行えないまま、このスカウティングだけで1日が終わったと。で、まあ午後までかかってしまって、で、それが終わる頃にはですね、もう、じゃあこの後ロースター発表するからということになってしまったんですね。なので、もう最終日、なんとかアピールするぞみたいな、ここから大逆転のロースター狙うぞみたいに思っていた選手は、もうとても残念なんですけども、そういう機会は与えられなかったということを加味してもですね、結局やっぱりその初日のトライアウトがいかに大事だったか、その時点でチーム編成に食い込めるかどうかっていうことに、いかに全力を尽くすべきだったのかみたいなことを、まあ、すごく感じました。で、まあ、このロースター発表なんですけども、チームごと集まってですね、一人一人名前を呼ばれて、その帽子ですね。チームの帽子。それまでは自分が持ってきた、何でも好きな帽子被って、メジャーの帽子とかみんな被ってたんですけども、あるいはその、前の年ここでプレイしたよって選手は、前の年合格したよっていうアピールもあってたと思うんですけども、そういう帽子を被ってたり、チームの帽子ですね、被ってたりしたんですけども、この時点で初めて、僕がこれから1シーズンプレイするチームのキャップを配られると。いや、嬉しかったですね。ただ、その前に、実はその、まあ、監督に呼ばれてですね、これから、その来週からプエルトリコシリーズになるから、パスポートの名前教えてみたいに言われたんで、その時点で、こう、ちょっとネタバレというか、分かっていたっていうのと、あと何人かが、おい、T ちょっと来いとか言って、その、
サイトを見せてくれてですね、そのエンパイアリーグの公式サイトですね、お前の名前もうロースター乗ってるよ、みたいに言われて、ありがとう、みたいな、うん、お前合格だからよかったな、俺も入ってるよ、とか言って、イエーイみたいに喜び合ったんですけども、まあ、せっかくなら発表まで待ってもよかったな、みたいな感じはちょっとしました。でですね、やっぱりこの最終日で、このロースターに入ってこれから1シーズンプレイするぞ、という選手と、ここから、ま、帰国するなり、自分のアメリカ国内の家に帰っていくという選手に、ま、分かれるわけですね。で、ま、ロースターに入れたような選手とは、あ、お前また会えるからいいわ、みたいな、じゃあね、みたいな感じで適当に分かれてですね。で、入れなかった選手とは、ま、また、ま、野球続けるんだろう、みたいな、これからまたどっかで会おうな、みたいな、その Facebook を交換したり、メールアドレスを交換したりしてですね、ま、ハグをしたりとかして、いいキャンプだったなって言って別れるみたいな、ま、感じなんですよ。で、もう翌日には、それぞれ、まあ、いろんな車に分乗して、まあ、空港を目指すと、ロングアイランド空港からですね、もうすぐに明日にはプエルトリコに飛ぶということで、まあ、慌ただしく荷物をまとめるみたいになるんですけども、まあ、そのリーグ代表のですね、二人のアメリカ人とかに会うとですね、ああ、よかったな、お前チーム残れて、みたいな、評判良かったぞ、みたいに言ってくれたりとかしながらですね、ここからは、お前がここで勝ち取った権利を使って、すごく楽しむ期間に入るから、ぜひ楽しんでいいシーズンにしてくれよ、みたいな声かけられて、まあ、すごく、これからのシーズンにですね、ワクワクドキドキしながら過ごしたこのロースター発表とトライアウトキャンプの最終日という風になりました。でですね、6、ここでまとめということですね。アメリカ独立リーグトライアウトキャンプのレポートのまとめということに入っていきたいと思います。で、まずロースター入りしやすかった選手っていうことからお話ししたいんですけども、まずこれはピッチャーですね。ピッチャーっていうのは20人しかいないロースターの半分、ほぼ8人、9人とかがもうピッチャーになるわけですよ。なんでかっていうと、まあ普通に考えてほしいんですね。シーズンって、まあ1週間7日しかないうちの5試合、あるいは6試合やる日もある、やる週もあるんですよ。そうした中で先発ピッチャー5人ですよね、まず。で、さらに、まあリリーバーが、まあクローザー、セットアッパーに、まあロングリリーフ1人、敗戦処理1人みたいな、まあ9人ですね、ほぼ。ってなると、あと、その野手のために残ってんのってもう11人しかいないわけなんですよ。なので、で、キャッチャーがもう2人ですよね。ってなったら、あと残ってるのは9人で、ピッチャー、キャッチャーを除いて9人ってことは、もう、スタメン7人、プラス入れ替えながら使える選手2人ってことなんですよ。あるいはですね、基本的にアメリカの野球って DH 制なので、DH もそのスタメンと考えるなら、試合に出ない選手というか、その控え2枚目として入ってる要因なんか1人しかいないってことなんですよ。これを考えるとですね、サード、ファースト、あるいは外野っていう人員として、ここに食い込むのがどれだけ難しいかっていうことがわかると思います。ではちょっと話が逸れちゃったというかですね、まあ後で話そうと思ってたロースター入りしにくかった選手みたいなことをかなり今話しちゃったんですけども、さらにロースター入りしやすかった選手っていうのはキャッチャーですね。キャッチャーっていうのは、まあ、海外いてもそうなんですけども、アメリカ以外のとにかく絶対数が少ないんですよ。で、絶対数が少ない上に必ずチームに2人は入れるんですよ。こんなポジション他にないですよ。まあ、ピッチャーもそうなんですけども。まあ、そういうわけでですね、僕がもうトライアウト3日目で、お前たちはこのチームに残すっていうふうに監督から、ま、はっきり教えてくれたようにですね、キャッチャーっていうのもすごくロースターに残りやすいポジションだったっていうふうに思います。まあ、正直狙い目です。で、さらにお話しすると、ロースター入りしやすかったのは、身体能力や基礎値の高い選手ですね。これはどういうことかっていうと、まあ、バッティングのパワーであったり、外野手や内野手としての肩、あるいは、まあ、足、脚力、ものすごく速いみたいな選手は入りやすかったです。で、この足も、日本人選手によくいるみたいな、そのすごく細くてですね、なんかその素早いみたいな選手よりも、もう太くて脚力高いみたいな、身のこなしいいみたいな、そのドミニカ人とかがショートやってるみたいな、そういう選手ですよね。そういう選手っていうのは、このトライアウトに入りやすかったです。なんでかっていうと、そういう選手って、とにかく例えば外野でもショートでも、そういう選手が例えばショートやってたとしたら、こいつだったら別にサードもできる、セカンドもできる、なんだったらセンターもできるだろうな、みたいなイメージがもう湧くじゃないですか。あるいは、バッターでパカパカホームラン打つようなやつだったら、まあファーストでもいいし、DH でもいいし、もしかしたら外野やサードもできるかもしれないみたいな。やっぱりね、こういう
ちょっとしかそのロースターがギリギリみたいなリーグでは、とにかく1点突破して、もうこの選手をここに入れたいと打線の核にしたいってものが決まってしまう。あるいはトップバッターでもうガンガン自由に打って出塁してほしいみたいに決まってしまう。守備は、まあサードかファーストかどっかやらしときゃいいんじゃないかみたいになれるような、もうその基礎値が高くてですね、後の細かいことはシーズンやっていくうちなんとかなるだろうみたいな選手ですね。そういう選手も通りやすかったと思います。反対にロース入りしにくかった選手ですね。これはもうさっきだいぶ話しちゃったんですけども、まず外野手です。もうね、そのチームに割り振られた段階で、もう外野無理ゲーだなみたいなのはもうありありとわかるんですよ。で、その中で入った菅原翔太ですよね。まあロッテの育成ってことなんで、まあそれはいい選手なんですけども、まあさすがだと思いましたよ。あの、びっしりいる中で押しのけて外野の一番手として入るんだから、まあよっぽどですよ。だからね、やっぱりそう考えても、外野っていう激戦区で、この海外でやっていくには、まあその NPB の育成選手とか、そのレベルにならないときついっていうことだと思うんですよね。もちろんその NPB の育成選手じゃなくてもいいけど、それ相応の実力があるっていうぐらいの選手ってことですよね。例えば、その海外1年目で、まあこれからやっていきたいです。アメリカでその一歩踏み出したいですみたいな、まあ、20歳とかの選手が外野で来ても、まあ、だいぶ厳しいって感じだと思いますね。まあ、そういう選手に僕から言えることは、まあ、コンバートしてくださいと。それだけです。あるいは、ロースター入りしにくかった選手、他には、まあ、一塁手、三塁手ってことですよね。ここも、まあ、激戦なんですけども、とにかくバッティングですよ。なんか3番、4番、5番が打てないともう絶対無理です。で、もう、海外で3番、4番、5番打てるって相当ですよ。まあ、菅原は、そのロッテの育成選手は3番打ってましたけども、まあ、そのレベルってことです。でかいんですよ、みんな。まず、190センチとか、100キロとかある選手がいて、もうこいつは走れないだろ、みたいなやつが、ファーストやりながら、ホームランパカパカ打つみたいな世界なんで、そいつらと渡り合える打力があれば、まあ、サードあるいはファーストでもいけると思います。そうじゃなかったらコンバートしてください。さらにロースター入りしにくかった選手って話をしていくと、もうこれは一番ダメなんですけども、痛いところのある選手です。でですね、まあ正直に言ってって言うんですよ。痛いところある選手は無理しなくていいから正直言ってって言って、正直に言って、まあお前はじゃあ今日ピッチャーやらなくていいからとか、あ今日ファーストやらなくていいから休んでてみたいに言われた選手は、いいですよ。そうやって休んでていいけど、結局ロースターに残んなかったんで、じゃあ何しに来たんだって話じゃないですか。まあなので、まあせっかくここまで来ちゃったから、それ、できるだけの範囲で参加したりとか、それでもどうしても痛かったら、そこで休んで、また来年目指すみたいな考え方になるかもしれないんですけども、であればですね、やっぱりしっかり直してくるなり、ここはちょっと隠して、まあなんとか、このトライアウトを切り抜けるなり、まあ別の方法を考えないとですね、正直に言って休ませてもらうっていうのは、まあ自分からロースター入りを拒んでいるようなもんだと、そういう風に言ってしまえるんではないかと思います。で、まあ全体的なまとめとしてですね、このトライアウト合格のために必要なことっていう話をしていきたいんですけども、これはまず今話したようにですね、ポジションですね、合格しやすいポジションを攻めるっていうのは、まあまず第一に考えるべきことかなっていう風に思います。で、その合格しやすいポジションっていうのは、ピッチャー、キャッチャー、ショートということになってくると思います。まあさらにお話しすると、バッティングですね。で、バッティングも特にパワーです。ホームランの打てるバッター、あるいはホームランにならなくても、ライナーで強い打球が打てるバッター、こういうものを目指していかないと、ここで合格するっていうのはなかなか厳しいというふうに思います。そして、まあ、守備面のお話をすると、やっぱり肩ですよね。これも、まあ、基本的にここでお話しすることっていうのはですね、今日話した、そのトライアウトから全ての流れを見てくれれば、聞いてくれれば、すごく伝わっていることかなって思うんですけども、やっぱりね、外野、もう、捕球の練習してないじゃないですか。肩しか見てないんですよ。で、その肩も高いボール投げてるようじゃダメで、低いボールでどんだけ強いボールが、まあ、サードなり、キャッチャーに届かせられるかみたいな。で、それも内野も一緒でですね。まあ、身のこなしっていうのは、まあ、これから話そうと思ってた部分ではあるんですけども、そこから、ショートでもですね、日本のトライアウトでやらないと思うんですけども、ショートから、サードからのファーストへの送球をスピード感で測ってるんですよ。で、そこで、まあ、80キロみたいなボール投げてたら終わりなんですよ。まあ、さすが80キロ投げないと思うんですけども、そこで90マイルみたいなボール投げられると、あ、こいつは、まあ、肩はあるんだな。じゃあ、まあ、何らかの方法で使えるだろうみたいな、最悪、守備下手だったら外野に回
回してもいいし、あいつ足速くて肩あって身体能力高いから、まあ残したら仕事してくれるだろうみたいな話になっていくんですよ。それがですね、まあ日本の野球をずっとやってきた方っていうのは、ここでこうミスをしないとかですね、確実な送球とかですね、そういうことばっかりです。あとはその肩までしっかり投げるとかそういうことですよね。まあ否定はもちろんしないんですけども、そういうことをやってても、個人のこう基礎値というかですね、ポテンシャルっていうのは上がっていかないと。で、ポテンシャルがない選手は、まあ海外では上に行かれないということになってしまうので、まあ海外から日本に来るというときは、まあ今までの価値観っていうのは一旦バッサリ捨ててですね、強に言っては強に従えってことですよ。こう海外の価値観みたいなものをまず、まるっきりインストールしないと、まあやっていかれないなっていうふうに思います。で、今お話ししたようにですね、まあ、総力というよりは、まあ、身のこなしとかセンスみたいなものを感じられるかどうかなんですよ。で、まあ、さっきも話したように、ドミニカ人のショートとかですね、やっぱリズミカルでアスレティックな守備をするんですよ。そういう動きを別に日本人だってしていいと思うんですよ。で、できる選手なんか全然いるし、なので、まあ、その確実性とかですね、ノックの3球じゃわかんないんですよ。そのノックの3球でアピールするためには、どういう動きをしたら、どういう守備をしたら、どういう送球をしたらいいのかって考えていくと、やっぱりそういう、その動きの素早さであったり、身のこなしみたいな、そういったリズムとかですね、そういうものをアピールする守備っていうものが必要になってくるんじゃないかと。で、結局これはトライアウトのためっていうんじゃなくて、そこからマイナー契約、メジャー契約を取って上に上がっていかれる選手っていうのは、まあそういうものがある選手だっていうことなんですよ。なのでですね、そういった選手になっていくために、まずこのトライアウトで最低限そういうものがあるということを見せるということで、この総力、身のこなし、センスっていうのは必要になってくるのかなっていうふうに思います。で、ここでピッチャーってお話をしたいんですけども、まあ、ピッチャーもね、結構枠があったので、落ちた選手っていうのは少なかったんですけども、その中でも落ちた選手っていうのは、とにかく球速のない選手です。で、球速がありさえすれば、まあ、受かったと言っても過言ではないですよ。ピッチャーなんかね、8割ぐらい受かったと思うんですよ。なので、その、上から球速見てて遅かったら2割を落としたって考えても全然いいです。なので、とにかく140キロ、145キロ出たらもう受かります。なので、その準備だけをしてくればいいってことなんですけども、そうじゃない場合にどうすればいいかっていうとですね、まあこの辺に関してはメジャーや NPB でも同じだと思うんですけども、例えば左のサイドとかですよね。左のサイドでもうスライダーがめちゃくちゃいいみたいな。もうそうなったら、この選手がどういうことをやりたいのか、このトライアウトでどういうことを僕らに表現したいのか、アピールしたいのか、僕らにって言っちゃいましたけど、そのスカウトなりリーグの人間にってことですよね。で、さらにこの選手を上のリーグあるいはマイナー契約を取るときにどういう選手だとして売り込めばいいのかみたいな像がもうはっきりと浮かぶじゃないですか。こいつは左キラーにしかならないだろうみたいな、そうなってくれば可能性は出てくるんじゃないかと思います。あるいはもうフォークが圧倒的にいいとかですよね。もう3球フォーク投げたら全員三振するみたいな、そういうボールがあるんであれば、だからその選手を、まあ結局こうまとめてしまうとですね、ここでいい選手かどうか、ここで結果を出したかどうかみたいなことは結構どうでもよくて、その選手が、を上のリーグに売り込めるかどうか、リーグの人間がですよね、リーグの人間が今こういうピッチャーいるんだ、こういうキャッチャーいるんだ、こういうショートいるんだ、どういう選手だって言われた時に、今リーグでホームラン3本打ってて、とにかく足が速くて、盗塁成功率10割だみたいな。あるいは、リリーフピッチャーなんだけど、左のサイドでスライダーがめちゃくちゃ良くて左の被打率が0割だみたいな、そうなってくると上のリーグに売り込みやすいわけなんですよ。そういう選手を求めていると、そういう意味では、まあ、まとめに入ってきちゃうんですけども、結果よりもポテンシャルと、これが全てだと思います。このね、紅白戦というかミニゲームでヒット1本打った、ホームラン1本打ったなんかどうでもいいんですよ。じゃなくて球速150キロ出したとかですね、ホームラン3本打ったとかですね、足速すぎて盗塁の時キャッチャー投げられなかったとかですね、そういう何かポテンシャル基礎値、こいつをこのシーズンチームに入れてプレーさせてみたら化けるぞみたいな、まだまだ荒削りだけど、もしかしたらマイナー行くんじゃないか、もし今年無理でもこの選手に唾つけとけばってことですよ。リーグとして唾つけとけば、エンパイアリーグ出身としてアトランティックリーグに売れるんじゃないか、マイナーリーグに売り込めるんじゃないかみたいな、そういう選手を求めているということなのでですね、日本人選手がよく言うように、プレーさせていただくみたいな、チームに貢献したいみたいな、ドブに捨てた方がいいです。めちゃくちゃ言ってますけども、でもそのぐらいの気持ちで来てほしいです。俺はすごいみたいな、俺はやばいみたいな思って、俺を取らないお前がおかしいみたいなぐらいの自信を持ってですね、何がやばいか俺のフォークに決まってんだろみたいな、何がすごいかって俺のホームランに決まってんだろみたいな、
くらいの気持ちで来てですね、俺のホームラン見てくれ、俺のフォーク見てくれ、俺のストレート見てくれみたいなものをもうリーグに対してプレゼンすると、そのリーグがプレゼンされたものを見てですね、あ、確かにそうだと分かったって言って取ってくれると、で取った選手を上に売り込むということまで考えるとですね、ようやくどういう選手像を求められているのか、どういう選手に自分がなればこのトライアウトに合格してですね、アメリカでプレーすることができるのかみたいなことは、まあ、すごく分かるんじゃないかというふうに思います。このチャンネルではですね、以前、まあ、同じように海外野球解説動画として、アメリカ独立リーグでプレーした感じたことということも動画にして出していますので、ぜひ合わせてご覧いただければ嬉しいなっていうふうに思います。野球選手の反田健でした。